気づきの方もいると思いますが、実は毎回推しの服をまとってます。トキュースターのえなみです。相良さんは推しはいますか？推し私いないんですよね。私も推しの何かをまとってみたいです。今日はキャベツをまとったシューマイを作ります。では料理スタート。それでは料理していきましょう。はい、キャベツ 400g です。千切りに、今日はですね、内葉、そうですね、そう、ちょうどキャベツの真ん中ぐらいの、食感もあるし甘みもあるしというところで、うん、2枚ぐらいで芯を取っていただいて、芯は芯でまた斜めに切っていきますね。はい、丸ね、ちっちゃいのは中に入れて、はい、千切りでお願いします。細かめの。そうですね、まとうんですもんね。そうなんですよ、ね、あまりゴムだとまとえないのでなかなか大変です。そう、でもすごいちょっとになっちゃうんですよね、やっぱりね。塩で絞ってちっちゃくなるし、さらに蒸してさらにまたちっちゃくなるしっていう感じで、あと芯の方も切っていってください。斜めに切ります。はい、はい、じゃあこちらに入れていただいて、はい、はい、次々いきましょう。はい、はい、もう大変です。お疲れ様でした。はい、切り終わりましたので塩もみしていきたいと思います。塩、はい、小さじ1です。全体的に混ぜる感じにしていただいて、これ本当あっという間にキャベツ1個なくなっちゃうと思います。塩をしてですね、水が出るまで約5分ほど置いておきます。はい、玉ねぎ4分の1個で 50g です。これみじん切りですか？はい、みじん切りでお願いいたします。結構4分の1だとボロボロになりやすい、うんちょっと全体的にじゃあ細かくしていきましょうか。はい、今日はもう生のまま入れていっちゃうので、次はですね、お豆腐の水気を切っていきたいと思います。今日は木綿豆腐 100g です。でこちらにもう水切りたいだけなので、ちぎりながら入れちゃってください。はい、ちぎって、うん、そうですそうです。木綿の方が水分が少ないので早く水、はい、あ、いいですね。で水気を切ってる間に、うん、はい、シューマイの種の方を作ってしまいましょう。鶏ひき肉、はい、200g です。お塩小さじ4分の1です。ここでよく揉み込んでください。ね、調味料どんどん入れたくなるんですけど、お塩入れてよく揉んで粘りしっかり出した後にどんどん調味料入れた方が、はい、時短にもなりますし、で粘りが出てきたらお醤油、はい、小さじ1です。はい、オイスターソースですね、はい、小さじ1です。お砂糖小さじ1です。お酒、はい、小さじ1です。はい、で生姜、今日はチューブのものですけども、こちらも小さじ1です。はい、ごま油、こちらも小さじ1です。とっても分かりやすいレシピですね。あと黒胡椒、はい、ちょっと胡椒入れると味が引き締まるので、じゃあ一つまみぐらい入れていき、うん、もうちょっとかな、じゃあ二つまみ入れます、うん、はい、混ぜてください。水分をお肉に吸わせるように、あ、いいですね、水分が全部なくなったので、はい、はい、じゃあ玉ねぎも入れます。はい、玉ねぎ、水気が切れたお豆腐ですね、はい、はい、こちらも入れちゃう、入れます、はい、潰すように。意外とお豆腐が塊になりやすいので、そうですね、そうなんですよ、そこでちょっと混ぜていただいて、よく混ぜて、はい、今日は、ね、私2人で作ってます。お一人の時は片手で混ぜた方が片手でこう入れやすいかもしれない。そうですね、これでシューマイの種は完成になります。はい、塩をしたキャベツどうですか、しんなりしてますかね。そうですね、量が減ってる感じ、はい、じゃあですね、こちらを水気を切ってきたので、そこでギュッと絞る感じでしっかり絞って、でこちらに、この時にはやっぱりしっかり回せないと、塩が多いところは水がいっぱい出てきて、塩が回ってないところはあんまり水が、ね、出てこないとか。あ、出ましたね、出ました。はい、はい、片栗粉大さじ2入れていきます。はい、その時にこう下から混ぜるように、空気を含ませて混ぜるように、ふわふわふわって混ぜていただけると、カット、そうです、あ、いい感じですね。では包んでいきます。はい、今日はね、ラップを使って包んでいきたいと思います。だいたい餃子の皮1枚分ぐらいに広げたいので、うん、そしたらそちらに、だいたい12等分した感じなので、このくらい、そうですね、ちょっと大きいスプーンでモリッとした、で真ん中にのせます。そしたらラップを下から
そうです、そうです、お肉を包むようにして、で最後上を金ギュッと茶巾みたいにギュッと絞ります。お、一個いったかな、うん、で最後結構あのキュッとキュッと、そうすることで今水が出てきて片栗粉が溶けてお肉と密着する感じになるので、はい、はい、キュッと、はい、で開いて開いて、で巻いた方を下にしていただけると、おキャベツがまとわれてるわけですね。それを12回、はい、繰り返してください。やります、1人今日は6個ですねいよいよでは蒸しに入りたいと思います、はい、フライパンが小さめのフライパンなので1人前ずつ蒸していきましょう、うん、今日はですねクッキングシートを使って蒸していきます、うん、ちょっとねクッキングシートを破った後今みたいにあの折っておくとおフライパンにこうスッと入りやすいですね。これをポイントは紙の下に入れていきます。全部入れちゃって全部入れちゃって大丈夫です。これで蒸し器がなくても簡単にフライパンで蒸せます ね、 ね、で蓋をぴったりしていただいて、そうあれだったらこれ中に入れちゃってた、もうはい、そこでピタッと、はい、ピタッとしていただいて、ピタッと、はいはい、はい、ではここから中火で8分間、はい、蒸していきます。で8分経った後まだ水分が多いようでしたら1分ずつ追加して蒸してください。はい、8分、はい、あ、時間が経ちました。開けてみましょう。オープン。おー、いい感じで蒸されてますね。ですね。火止めてお皿に盛り付けていきましょう、はい、すごいボリューム満点なので、うん、そのまま2つは食べたり、あとの2つポン酢とか、あと、うんうん、の2つはからし醤油とかいろいろオイスティンですね、うん、味変も楽しめると思います。キャベツをまとったシューマイの完成です。